皆さんこんにちはデンタルライフデザインチャンネルですアシスタントの道平です歯科医生師のマンダです本日は今更聞けないしかちコーナーということでこちらのご質問をいただいておりますバランシングコンタクトについて教えてくださいということで先生いかがでしょうかはいこれの初耳っていう方も多いと思いますのでまたあの動画でご説明したいと思いますご覧ください バランシングコンタクトっていうのは非作業ののあの当たりのことを言います。例えばこの価格をですねこのように動かしていただいて動かした側価格を動かした側が作業則だと思います。 でこの時にまあ剣士と剣士が当たってて4番から7番が浮いてるっていうのが理想的なんですけども例えば作業足の方は見てくださってると思うんですがこちらの非作業足の方も見てみると意外とあのよくよく見てみると6番とか7番が当たってるってことも結構あるんですね。でそそういうい当たりりがありますとその ところっていうのはあの場合によっては早期接触によってあの、えー、ペリオの増悪因子になっていたりすることもありますのでこのように非作業則も見ていただくっていうのが非常に重要となります先生ありがとうございます衛生医さんがバランシングコンタクトを 確認する方法を教えてください、はいはあの皆さんあのもしかしたらちょっとこう噛み合わせ下顎をちょっと動かしてもらったりして噛み合わせ確認している方もいると思うんですけど例えばこう下顎を右に動かしてもらった時に右だけを見るんじゃなくて左の方も見ていただく左に動かしたら糸左の方だけで見るんじゃなくて右も見ていただくってことでチェックしていただけたらと思いますのでそのような形で臨床に活かしてみてください。 ありがとうございます。ぜひ明日から参考にしてみてください。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも皆様の質問にお答えしていきます。ご質問がある方は質問をホームよりお願いします。この動画が良かったなと思われる方は、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。